はい、ポペラです。サファリに来ました。やっていきましょう。なにこれ、電車？いやー、せっかくサファリに来たってことで、なんかね、ポケモン捕まえ放題らしい。うわっ、何今の。お、スーパーボールだ。本当に沼しかないじゃん、ここ。なんか恐竜みたいのいたんだよね。なにこれ。エリア234。え、1。おー、電車だ、すごい。うわ、早い早い、すげえ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 。すごっ。なにこれ。あ、こっちはスムーズに進める。あ、恐竜みたいなの捕まえたい。それ以外いらないんだよ。一発で出た。一発で出た。トロピースだって。え？なにこれ、餌。なにこの白いの、卵？どうよ。お、これは。お、すごい。卵好きなんだ。やったね。いつも同じ果物ばかり食べていたら喉元にとても美味しい果物が生えてきた。バナナばっか食ってんのかよ。へぇー。ステータス後で見てみよう。他なんかいない？なんかこれ気持ち悪い。なんか泥だって。これストレス発散に。あ、いらない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 、捨てて。いらない。よし、やったぜ。よしよし、駆除しよう、駆除。なんか色が濃いところは深いのかね。そうだよね。うわ、深い。ウッパー。あ、なにこれ、なんかヘラヘラしてる。うざ。顔に泥のつけてやる。面白い、これストレス発散できていいゲームですね。あ、ボールだ。モンスターボールか。マジストレス発散できるわ。楽しい。あ、深いか、こっち。あ、間違えた。いらない、捨てて。よし。すぐ逃げんな、ここのポケモン。メンタル弱すぎでしょ。こんなことばっかしてる人が多分いるんでしょうね、他にも。深いところ来ちゃったな。あー、気持ち悪い。ドロドロ。怒ってる。2回目。あー、楽しい。ストレス発散だわ。まあ、なんか、こいつ、ド M かよ。腕にしかかかってないじゃん。顔につけてよ、バーンって。ババ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 バンって。いつまで続くのこれ。いい加減やめてもいいんじゃないの。もっといい加減ドロドロになってんじゃないの。やば。これで逃げてやろう。最低。あ、面白い。こういうゲームってあるんだね。ポケモンって意外と虐待とか推薦なんだね。よいしょ。あ、なんか木が邪魔する。よー、だって。さっきのあのウーパーが大きくなった系なのかな、このコボちゃん顔。そうなのか。全然顔違うじゃん。整形したみたいだね。あ、ボールがある。何をしてんの、お姉さん。
日によって見つかるポケモン違うような、そんな気がしない？そうなの？あ、お姉さん、何してんの？もう二度と上がれないようにそこに立ってあげる。最低。もっと深く入っちゃう、もっと深く。やば。帰ろ。いろいろ受けるわ。あの、いるよ、6って。早い。よし、着いた。ボールド取り逃すとかないかな。特になさそうだね。じゃあいいや、もう帰りましょう。わー、ストレス発散できた。さて、次はどうしよう。なにこれ、顔判明パーメントじゃん。なにこれ。なんじゃこれ。他には、なんか見逃してないよね。あ、フレンドリーショップ見てみよう。ここってなんか、あ、なにこれ。木でできているのを触るとなんか毒が出てきた。そういうこと言わない。あー、なんか微妙だな。いいや。回復ってしたよね。事務船行っちゃうもん。あ、てか、なんか、ノモ船に荷物がうんたらとか言ってたけど、あれは何だったんだろう。どっか、なんか、核エリアみたいな、あるんじゃないの？そんなことない？ここは、木本さんの家か。特にないみたいなね。そういう特別なイベントは。じゃあ、いっか。行っちゃうかも。多分、シティの次にシティで立て続けだからね。今の、来た。今のままでも十分勝てると思うんだよ。あった。いつもぶつかってばかりじゃねえぜ。さあ、ポプーラ、ポケモン鍛えてるか？お前とポケモン、どれぐらい強くなったか俺が確かめてるぜ。結構です。余計ダメなことするの好きだな。ムクバード。あ、強っ。あ、でもこっちも30になった。よし、じゃあ、焼き鳥にしてやろう。焼き鳥にしてみんなで食べよう。多分そのサイトなら多分いい感じに肉取れるよ。二人分にはなる。あ、強い。やられる前に、焼き切れ。早く串の用意を。よし。やった、できた、後で行こうぜ。美味しそう。次は V ゼル。あー、相性悪すんじゃない？これは。チェンジ。パチリスさん。出てこいで。よし。おー、強い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 、いい感じ。おー、まさかの、ね、ワンパン。おー、次はポニータか。あー、また相性が、あ、相性は大丈夫だ。あれ？あ、違う。水の方がいいのか。そう、最近はね、もう、結構慣れてきました、こういうの。何が効いて何が効かないのか、みたいな。よし、大丈夫、大丈夫。ええ。あ、水の技1個しか覚えてないんだね。え、なんでひるんでんの？あー、このハゲ。ハゲじゃない。そういうこと言わない。モーモーミルク使おうか。ひるんでないで、またでも出してよ。そいつ、隠れサボってなくていいな。あ、なんで相手が技を2回連続出すの？よしよし。いい感じ。あ、引っ込めた。林亀。あー、相性が悪いんじゃないこれは。全然効いてない。うわ、36だよ。めっちゃ強。
この方のポニータさん。よし。いいね。臨機応変にこうやって対応できるのもなかなかナイスだよ。やば。ワンパンできる？相手、ダメ。やっぱ HP すごそうだよね。やられちゃった。これはかなりきつい。ここは電気でなんとか互角にできないかな。そんだけ。よし。ナイスナイス。やば。先に技出せる？よしよし。なんで体力残した？ちょっとそれは論外。足悪いけど、ちょっと一時的に543やったね。よしよし。確かにお前のポケモン鍛えてるの強いの分かるぜ。よし、オッケーオッケー。まだ順調、これぐらいだったら。なんだってんだ、俺負けちまったよ。やったね、友達からまたお金を奪っちゃって。まあちょっと強くなってるかもな。そこのところに驚いてうっかり負けてしまったで。そうだ、俺、マキシさんに弟子入りしたで。誰、マキシって。だって俺も自分だけのテーマソング欲しいからさ。あ、何それ。相変わらずわけわかんないね。はい、というわけで本日このところで終わります。次回は事務戦ですね。なんか、銀河団がうんちゃらとかしてる割には特にいなさそうだけどね。何してんのかしらね。はい、というわけで本日はこんなところで終わります。ありがとうございました。